花堂駅は、福井県福井市下堂北1丁目にある、福井鉄道、福武線の駅である。駅番号は、甲17。改修前の駅舎 JR 線にも、越前花堂駅が存在するが、花堂を関する駅としては当駅の方が、早期に設置されている。相対式ホーム2面2線を持つ、無人駅。かつて貨物扱いがあった頃は2面4線を持つ、貨物駅を兼ねる。旅客駅で相対式ホームの裏側と駅北側の踏切路面に側線と専用線が乗り入れていた頃の名残が一部に残されている。この駅から越前武雄方が単線となっている。ポイントは福井鉄道の交換駅で見られるトンネル型のスノーシェルターに覆われている。駅舎はコンクリートブロックを積み上げた小さなもの。窓口は使われていない。パーク&ライド用の駐車場が設けられている。駅周辺は古くから運送会社と倉庫と繊維関連工場が多い。南東方約300メートルに JR 西日本の越前花堂駅が北東方約400メートルに日本貨物鉄道南福井駅がそれぞれある。駅のすぐ西をフェニックス通りが南北に走り、沿道は商店が立ち並ぶ。1970年代まで近隣の倉庫と染料会社と石油タンク等への複数の専用線があった。国鉄武雄駅より連絡線を介して福武線に乗り入れた貨物列車が複数の専用線へ乗り入れていた。福井倉庫へは武雄方上りホーム裏手の側線から乗り入れる形で専用線が分岐していた。福井倉庫専用線の廃止後の廃線跡は倉庫の福武線向かい側と線路南側の出入り柵と駅北東側踏切路面に廃線跡の名残を色濃く残している。2008年7月23日福井新聞。ありがとうございます。